普通にカチカチを半分以上手伝ったんで元気ドリンクゲットですね。はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。今回はね、プニプニ対カチカチということでおはじきね、イベントが始まっています。でね、まあいつもそうなんだけど、まあ、おはじきでね必要なのは元気ドリンクになっていきます。あのレベルね7ぐらいになるとね、あのできたら、10個近く欲しいなっていうところで、特にね私今回はね特攻なしで、最後ねこの変なウサピオンは使おうとは思ってるけど、特攻なし無課金攻略しようと思ってますんで、あの元気ドリンクのね、ゲットの仕方について今回は少しね話していきたいかなと思います。一応元気ドリンクはこのねポイントで交換と、あとはね購入ねあとはね大神官硬いか、あのフーニャンじゃねえやヌラリヒョンね、あれすると落ちますね。で一応今回特攻はダメージアップが3体なんだね。そしてダメージカチカチ仮面のダメージアップがかぐやサピオンということで、これがね最後ポイント交換でき、そしてワイポイントアップがね残念ながら残念ながら本当もやんない、カチカチ仮面しか1体しかいないっていうパターン、もう Z ランクの価値ないでしょって感じだよね。ということで一応ねガシャは引かずにやってて、特攻もね、なしでやろうとしておりますね。こんな感じ。超入手もね、まだね、こいつしかゲットしないということで、一応特攻なしでね、やる予定です。で、まあ、ただね、ご褒美はね、かぐやウサピオンは使う予定です。2800か。まあトリプルねアタックまでいかないけど、まあ私のやり方はねサブアカとかも使うやり方です。はい、今回はね序盤の進め方についてちょっと話をしていきたいと思います。今回はね 大深海カタエを倒すと、まあこの仮面ヌラリヒョンが出たね。まあこれはいつもの説明で、まあ最初の1回はねしょうがないんだけど、今回ねなんかやりやすくなったよね、いつもと違いますねっていうことで、前は引いてやるだったけどまた元のスタイルにね戻したって感じだよね。という感じで、まあどっちにするんだろうね、引いてビヨンにするのか、まあ今回はこうやってよいしょって感じ。まあ説明はそんなにいらないと思うけどね。で、序盤はね、元気ドリンクを、まあ、このねイベントをクリアするために集める必要があるので、序盤はね、特に自分のね、ことを進めるのは、まあ、二の次ぐらいでいいとして、まずはね、お助けを頑張るようにしましょう。お助けね頑張ると元気ドリンクもらえるのでね。で今回大神官硬いと仮面プニプニ仮面がいいのかな。なんで前回のモンストコラボは多分あれね間違いだったと思うんだけど、今までのあの今までのあのプニおはじきのあれだと、このプニプニ仮面こいつをね、あカチカチ仮面だあーやべカチカチ仮面をお助けすると元気ドリンク落ちやすいって形になってます。なのでカチカチ仮面をねなるべく見つけたらねお助けするようにしましょう。でもちろんねコメントでもあった通り、ちょっといつもと違うね、あの
まあ一番いいのはね全倒しで、次は半分以上倒す、そしてねとどめを刺すとかね。であとはまあかするだけ、まあ、この今回の攻撃もそうだけど、かするだけでもね結構元気ドリンク落ちるので、序盤はねなるべくね、まあ序盤ならねあのフレンドのヒットポイントも低いのでお助けねかなあの絡むようにしましょう。で前回のモンストコラボみたいに、もしかしたらカチカチ仮面の方がカチカチ仮面よりもなんつうの普通の硬いの方が元気ドリンク落ちやすいかもしれないので、まあ序盤はねまんべんなくあの手伝ったらいいのかなと思います。で今ちょっとごめんなさい、ニョロロンとかでやっちゃってるんだけど、相手がね硬いは薄ら影なんで本当はねプリチーとかポカポカでね組んだ方がいいですごめんなさい、ちょっと何やってんのかが、むずいね結構ねだまあとにかくねバットをしつつ、今回はまた定規を使ったりしてねやった方がいい感じだね。もう全然ダメだねこれだと半分も削れないな。うん、なんであちょっとあれだね、今回やり方考えないといけない、これマジ半分削れないから意味ないな。あのなるべく半分以上ね削れるようにやるといいと思います。困ったね、いやミッションクリア半分削れてない、いや申し訳ないな、こんな半分も削れてなくてっていう感じでね基本はねプリチーとかで組んだ方がいいと思う。あ、ちょうど半分、ちょうど半分いかないね。これでやるとね元気ドリンク落ちるので、そこでね序盤倒してくれて、ほらあっという間に元気ドリンクねゲットできますんで、とにかくね序盤はお助けして元気ドリンクをねゲットするようにしてください。うん、はい、そしたらねカチカチ仮面現れましたね。よくよく考えるとダッセーな、このカチカチ仮面名前もダサいしそれでね、カチカチ仮面はねなるべく元気ドリンクドロップのためにね、いろんな3アカウントでね戦った方がいいんで、なるべくこの弱いやつでねやって3アカウントね攻撃できるようにしましょう。まあこれぐらいだとね正直もう倒してもらっちゃえるんだけどね。うん、なんか一瞬で3アカウントね、これぐらいのレベル1とかだと3アカウントでなんていうの関わるっていうの結構大変なんだけど、まあまあできる限りね、うん、前回のイベントとかも考えると割とねなんていうの自分のサブアカ使ってもね元気ドリンク落ちてるんで、なんか昔はねサブアカ使ったら結構落ちにくくて、まあなるべくね、まあなるべくいろんなアカウント助けた方がいいんだけど、サブアカはもう最近は結構元気ドリンク落ちるんで、まあ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 いいんじゃないかなっていう感じで、そうこんな風にね弱いやつでやればね3カウントできるんでね。あ、やっぱりもう助けてもらっちゃった、そうそうそう、やっぱいや最初弱いからね助けてもらえちゃうんだよね、そうそうそう、するとあれなんで、あー残念だけど、まあこんな感じでねちょっと今回助けてもらっちゃったけど、うん、弱いアカウントでねあのレベル1、2の時はねなるべく3アカウント絡めるようにしてみると良いと思います。はーい、はい、ということでねワイポイントじゃねえや元気ドリンクね結構今回落ちるかもしんないなーということで、また明日ねどんぐらい落ちたか報告したいと思います。一応ねなるべく
まあ自分のサーバーか使うのもいいんだけど、なるべくね、いろんな人のお助けするとね落ちやすいかなと思います。で今回は確実に、仮面ヌラリーを、関わった方が落ちてるので、必ずね序盤は絡みやすいので、絡んでくださいね。そして固いはね、プリチーがいいよね、薄らかけなので。ちょっとメンバーを紹介しますね。このプリチーの種族効果アップメンバーをなるべく使ってやってますね。なのでこいつらはまあスキル使って地道に育てるのがいいのかななんて思いますね。うん、プリチーパーこんな感じで、一応ヌラリの方はこっちにしておくかな。まあプニキュービ、プニキュービじゃねえ、プニツバキ姫、うん、極武士ニャン、フイニャンサンタとかね。うん、あとはまあ技レベル高い、スキル高いよ、うん、メンバー使ってやればいいのかななって思いますね。まあ、あいつは不思議なので、ヌラリはね、不思議なので、まあ、痛ましか豪傑がいいかなと思いますね。そして今後ね、ウサピョン引いたら、これ、薄ら影なんでね、薄ら影の種族効果ね、高めるようなやつで、まあ、最終決戦はね、していきたいかなと思います。はい、じゃあ皆さんね、元気ドリンクどんな感じで落ちますかね。あのよろしければコメントなどで教えてください。はい、じゃあ今回はこんな感じにします。最後までご視聴いただきありがとうございました。あ、公開しちゃった。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、元気ドリンクどんどん集めてね、無課金攻略、そしてね、お助けもね、なるべく元気ドリンク残して、また前回のようにね、無課金お助けできるようにやっていきたいと思いますので、頑張っていきましょう。はい、じゃあそれでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。